速稼塾の久保でございます。ロシアに対する経済制裁の一環、なんかねすごいことが起きてるなと、まるでね映画のクライマックスを見てるような感じがするんですけども、イギリスのシェルサハリン2撤退ですよ。こんなことがありえるのかと、なんか非常に危なっかしいというか、日本がかつて受けた ABCD 包囲網が現代にも蘇ったんじゃないかなみたいなことを感じますね。ABCD 包囲網ご存じない方はこの衝撃分かりにくいと思うんですけども、大東亜戦争に日本が向かってしまった大きなきっかけが ABCD 包囲網って言ってね、いわゆる日本を兵糧攻めにして食うに食えない状態にしたわけなんですよ。で、むちゃくちゃな条件を叩きつけてきて、これが飲めないんだったら、このまま経済制裁を続けるぞみたいな感じでね。で、日本がもうこれは、こんな無茶苦茶されるんだったらもう戦うしかないっていうことになって大東亜戦争が起きたわけなんですけどもね。まあそういうふうにならないことを今回望むわけですけども、どういうことかっていうと、ガスプロム合弁会社が解消されたわけですよ。ちょっと記事読んでみましょうか。イギリス石油大手シェルは28日、ロシア極東シベリアの石油ガス開発事業サハリン2から撤退する方針を発表した。ロシアのガス大手ガスプロムとの合弁を解消し、共同展開してきたシベリアのサリム油田などの権益からも引き上げる。ロシアのウクライナ侵攻を厳しく批判し、事業を続けるのは困難だと判断した。すごいですね。だから今回の件っていうのはもうね、エネルギーいりませんと、もうそれよりも正しい国家感覚を持っていきましょうみたいな感じで、銭金じゃねえよみたいなね、そういうふうなところまで振り切ったってことなんですよね。ちょっと補足して記事を見ますと、サハリン2はサハリン沖の大規模な資源開発事業で、ガスプロムが約 50%、 シェルが 27.5% 出資している。日本の三井物産も、三菱商事も 10%、 22.5%、 それなかなかの割合で出資してますね。液化天然ガスの供給元として日本のエネルギー安全保障上も重要な存在になってきた。シェルが撤退を決めたことで日本の2社の対応が焦点となる。これはね、日本の会社も手を引かざるを得ないんじゃないかなと思いますよね。制裁活動してますから。でもそうなると当然、この投資によって行われるガスの採掘っていうのが、その恩恵が受けれませんからね。日本ではエネルギー高騰にも拍車がかかると思います。まあ、ですので、この経済制裁を成り立たせるためには、国民のエネルギー体感に対する我慢とね、ガソリン代は当然200円超えると思いますよ。それから、ガソリン代が上がるってことは、食料生産とか物流の価格も上がりますからね。だから今の物価で言うと、なんか 30% ぐらい全体が値上がりするような覚悟を国民がする。そのぐらいまで私たちは、ロシアの侵攻、ウクライナの権利を守ること、に一緒に戦いますよっていうふうな意思を見せれるか、それともいや、ウクライナの人がどうあろうともさ、何人死のうがさ、なんで俺たちがこんな値上げで苦しまなくちゃいけないのって考えるかどうかになってきてるってことなんじゃないですかね。いかがでしょうかね。今回の事件もかなり大きい、いや大きいですね。これ、こんなことが起きるのかと思っちゃいました。以上です。あなたはどう思いますか。